ひょう、パリーグファン、うすうす察してしまう。ひょう、パリーグファン、うすうすソフトバンクホークスが独走することに気づき始める。ちょっと強すぎるな。近藤、山川、柳田とかオーバーパワーすぎる。福岡ソフトバンクドジャースと呼んでくれ。直しない模様。去年もそんなこと言ってたな。なんか去年も見たなこの流れ。今年のホークスはガチや。このスレ保存してくれても構わんで、それほどホークスの優勝に自信ある。先発死んでるから無理定期。同一リーグから強奪繰り返してたらそら勝てるわな。まああのクリーンナップでしなかったら解散レベルやろ。ハムヤがホークスは1位やと思うわ。どしこい打線強すぎるやろ。近藤山川柳田ウォーカーとかいうもはやどこのチームかわからない。有原14勝和田9勝大関12勝東浜10勝スチュワート12勝オスナ45セーブ、優勝確定で草。日本最強野手と最強クローザー引き抜いて1位と 15.5 ゲーム差ってチームに何かしらの欠陥あるやろ。監督が史上最低監督だったから仕方ない。もうこの定期スレが立つ季節になったんか。1年は早いな。春の風物詩。本当にぶっちぎったらどんな空気になるのかちょっと見てみたい。山川は許されるのか。